環境が変化する中、企業やブランドが生活者とどのようにつながるべきか、マーケティングの基本は変わらないと思います。生活者起点で考える、これにつきます。ただ申し上げるまでもなく、人々は昨年までとは全く異なる環境で暮らしをしています。生活者の行動が変化しました。行動の背景にある意識や価値観も変化しました。瞬間瞬間に人を突き動かしているものやことの本質が変化しました。データや情報を適切に活用することで、そういった変化について的確に捉え、継続的なマーケティングを行うことが重要だと思っています。生活者の行動の変化を考えれば、企業やブランドはデジタルトランスフォーメーションを積極的に進めるべきとは思います。ただし、デジタルトランスフォーメーションはあくまでも手段であり、本来企業やブランドが目指すことは、生活者とつながり続けること、関係を深めること、そして何よりも社会的使命を果たすことだと思います。そのため、自社 EC サイトを強化しよう、自社のデータ基盤を整備しようといったことに議論をとどめず、生活者を理解し、ブランドが生活者と出会う接点で適切に振る舞い、良い関係でつながり続けるためにはどうしたら良いかを考える、限りあるリソースや予算を効率よく活用するには、まずは何から優先すべきか、そのためには自社の何を、そしてどこのトランスフォーメーションに注力すべきか、そういったことをしっかり考えることが重要だと思っています。